はい、というわけでどうもマルトラです。第4回闇のゲーム。はい、というわけで復活しました闇のゲーム、今日で第4回目ですね。もうそんなやってんのか、この企画やっていくんですけども、まあこの、まあ、第1回2回3回の動画、まあ概要欄にね、まあ貼ってるって思ったら大間違いなんですけども、この企画についてまあ簡単に説明しておきますと、今からガチャ引いて、そのガチャで出たキャラ全部売るという土地狂った企画やっていく。そんでもって今回引いていくんは、100作品イベントにてゲットした英雄伝チケットガチャ、こちら100連残っておりますので、100連全部闇のゲームやっていこうかなと思います。今現在この企画で何連ぐらい引いてるかな、300連ぐらいはおそらく引いてると思うんですけども、今までで出た被害、強いて言うならばジョジョの華僑院ぐらいですかね。他全員初期キャラ、今現在害はあまりないので、このまま、やっていこうかなと思います。いきましょう。そんで今回どのガチャを引こうかなと思った結果、赤色を引こうかなと思います。これなんでかって言うたら、僕ねこのガチャのラインナップ改めて見たら、赤属性で持っていないキャラクターが一番多かったんですよ。朝霧源とか、あと貫突とかに持っていきたいキャラクターもナタクとね、持っているんですけども、まあ技ベル上げたいとかな、そういう感じで結構赤が、個人的に豊富やったんで、これを引いていこうかなと思います。そんで、ちょっとやり方変えまして、最初の50連は先にガチャ引いてから、その次ルーレット回そうかなと思います。はい、というわけで、100連やっていこうかなと思います。いきましょう。まずは10連目ですね。はい、いやーどうなんやろな、ここでもしゲンとか出たらもう最初からのトップスピード半端ないんですけども、やっていこうかなと思います。はい、まずは爆死かどうかですね、よろしくお願いしたいんですけども、あー最初から虹引く、マジか、飛ばしていくね、ペース配分考えていこうや。まだ90連残っとんねん、こんなところで神引きすんのはぜひともやめていただきたい、僕はそう思っているんですけども、誰やろ、誰ですか。いやマジでゲンとか引いたらここで残ないぞ。あーテルハシさんか、なるほど、まあまあいい線いきましたね。いやこれ友情技レベル上げたいな。ルーレット回しましょう。さあというわけでルーレット回していこうかなと思います。今回は原点に戻って売る売らないのパーセンテージを 50% ずつに一番最後までやろうかなと思う。なんかね、引くたんびにパーセンテージ伸ばすとかも考えたんですけども、さすがにそれなんかインフレしすぎて思んないなと思ったんで、まあ最初の 50% が一番面白いかなと思ったんでやっていこうかなと思います。テルハシさんの運命やいかに、よろしくお願いします。頼むぞ。いや売らないでお願いしたい。テルハシさん地味に友情技使ってるので頼む。こいこい、嘘やろ、あー出てしもた。はい、というわけで幸先よく売るが出たんで、売っていこうかなと思います。いやマジか、まあ、分かりやすいようにね、下のキャラ全部使用中にしました。いやマジかテルハシさん、売ります。いやテルハシさん欲しかったな、これちょっと害出てしまいましたね。はい、というわけで20連目いきましょうか。で先にガチャ引く意味あんまないっていうことに気づいたんで、先にルーレット回すわ。はい、というわけで20連目ですね、行こうかなっていうふうに思っております。頼むぞ。まあここで祈ってもガチャ結果どうなるか分からへんから、ただテルハシさん引いたんで、次はね神引きシーヒン限り星5出ないんですよ。そうなんですよ、だから全然大丈夫。うん、ここで、星5多分出えへんと思うねんな。なんでかって言ったら、さっきねまあガチャチケ引いたんですよ、10連ガチャチケ、動画外で星52体出たんですよ。だから今現在神引き続いているんで、おそらくここで星5は出ないと思われるですよね。オッケーオッケー、素晴らしい。速攻で売ろうかなと思います。まあ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 20連なんでね、全然大丈夫、まだ始まったばかり。この企画は90連100連目ぐらいは山場。さあというわけで30連目やっていきましょうか。まだ力むところではないな。うん、まだね1回爆死ってだけなんで、今後この爆死が続く可能性もあるんで、ここは全然売るでもだ、あ売らないか、これは安心安全の売らないですね。はい、あちなみにここで、爆死って
たとしても占いが出た場合、星 3,4 キャラクターが出たとしても打ってはいけないので、全部合成とかに使おうかなと、思います。まあ、ここで神引きするんやったらしてもいい、全然大丈夫。ここで確率の波が変わっても僕に板で何もないんで、まあ、ここで若干ゴンと上がってくれても、まあそうですか。はい、ちょっと合成するわ。はい、というわけで40連目やっていきましょうか。ちょっと力んだ方がええかな。今爆死2回続いているんで、そろそろまあ星5引いても、おかしくない確率に来ていると思うんで、ぜひともよろしくお願いしたいんですけども、頼むぞ。そろそろ占い、また連発、さっき占いやったからもう一回占いっていう確率は全然あり、あーもうまっすぐ売る。いやちょっとこの売るめちゃめちゃ怖いな。さあ、やっていこうかなと思います。いやーここの売るはちょっと雲行きが怪しいような気がしますね。頼む、よろしくお願いしたい。というわけで、まあ、爆死爆死続いてるからな、星5出る可能性十二分にある。頼む。あーよかったーよかった、危な。売ります。こうやな、この10体やな。オッケー、危ない危ない。はい、というわけでお次50連目ですね、やっていきましょうか。こっから力まないといけない、爆死爆死爆死なんで、そろそろ出る可能性があるんで、次は占いで、よろしくお願いしたいなと思います。頼む。いや来いよ、ここで占い出たら多分次星5出そうな気がするんで、頼む。止まれ止まれ、うわ。はい、というわけで、50連目占いが出ました。出る気がする、ここ星5めちゃめちゃ出る気がする。っていうのも、以前200連青ガチャこの動画引いたんですよ。そん時にね、めちゃめちゃ星5出てんねんな。だからその運がね、まだ残ってると思うねんな。今3回爆死でしょ、そろそろ引くと思う。よし、うわー、この狙い撃ちね。そうなんですよ、実況者たるもの、この引きの運を持っていないと生活ができないという状況なので、ぜひともよろしくお願いしたい。いやーここで弦抜いたら激アツやぞ。弦持ってへんからな、よろしくお願いします。誰ですか、この次やな。頼む、弦来い弦来い弦来い、ボンと。えあマジで、あオフが欲しいという僕の願いが叶った、神引き。はい、というわけで60連目ですね。今神引きしたんで、だって60連50連か引いて、星5 2体出て、その2体ともオフ、この可能性は凄まじいんで、次多分星5出えへんかな。うん、だからここはウルでも全然大丈夫じゃないかなと、思われます。あーでも占いか、あ安心安全の占いね。これはもうポンといきましょうか、どうせ出えへん。ここではもう神引きなんで、オフがね僕の願いのごとく来てくれたんで、遅咲きの七夕願い叶ったんでいいんじゃないかなと思われます。はい、まあ全然いい全然いい全然大丈夫ですわ。はい、お次70連目ですね。ここもまだ流れ作業で大丈夫かな、ここも全然力むところではない、神引きが続いたんで、どうせ星5が出ないと、安心安全の占い、あいいんじゃないかなと思われる。全然流れ、このね、このテンポで全然大丈夫。この辺は次ぐらいから怪しいんですよ。だからここまではもうウォーミングアップ、もうくじかへん、おおくじかへんように手足をウォーミングアップしている状態ですね。いやでもここで出てくれたか、しかも金がめっちゃ多い、誰やろ。ここで弦とか抜いたら激アツなんですけども、誰でしょうか、これの次やな。弦欲しいねんな、頼む。あー背中んデビルバッツゴーストね、んーまあまあいいんじゃないかな、もう勘ふんだんに初期キャラなんですけども、まあまあいいんじゃないかなと思われます。はい、こっからちょっと気張ろうかな、ラスト30連ですね。まあでも星5出たんでね、まだ大丈夫かな、というかこの30連言うて安泰なんちゃうか。僕ねもう闇のゲームね3回もやってるからわかんねん、この波、何十連も引いたら波がわかるんですよ。次多分出えへんな、だからここ売るでも全然大丈夫という余裕を持っているんで、あーいい全然大丈夫、どうせ出ん、
だって今星5出たもん。星5 2回連続でしかも確定分じゃないところで抜くという可能性はこのジャンプ値のゲーム史上天文学的現象なので、まあこれに関してはワンチャンこの星3で終わる可能性あるからね。だってこのガチャって星4以上確定じゃないんで、その属性のキャラが確定なだけなんで、ステップアップするとは限らない、そういうガチャになっております。うっそー、余裕ぶっこいてたんですけども、心臓バクバクでした。はい、何枚？いや頼む、ここで2020年とか出たらほんまに終わってんねんけど、マジでお願いして、ケンパチとかゲンとか出たらほんまにクソ。頼む、誰ですか？初期キャラ来い。これの次やだ、頼む、初期キャラでお願いします。お願いします、ほんまに。あ、リクオさんちょっといいキャラ、リクオさんか。なるほど、若干友情技のバフの数値上げたかったな。なるほど、売ります。はい、まあこれはね、文句言ってもしゃあないんで、10枚売ります。いや、リクオさんか。そうか、まあまあ初期キャラなんですけどもね、使えるキャラなことは確かなんで、まあまあしゃあない、闇のゲームやっている以上ルールには絶対なんで。はい、お次何連ですか？90連かな。あと20連ですよね。あと20連ですわ。あと20連か。今結構引いてる。80連引いて星53体でしょ。確定分じゃないのに星53体抜いてるっていうことは、この次星5出えへんな。100連目ちょっと怪しい。ラストのラストはちょっと怪しいんですけども、どっちですか？売るか。まあどうせ出んやろ、さすがに。星52枚連続で抜くっていうことは、過去の闇のゲームでもなかったと思うんで、おそらくここでは星5は出ん。だから、安牌の売るだと、僕はそう思います。よろしくお願いしたい。というわけで、金スタートが全然大丈夫。どうせステップアップしひんからの。うっそー！今回結構被害でかいぞ。何枚？ 1 枚か。ほんまにお願いしたい。この瞬間、次引くラスト10連が星5じゃないことが約束されました。だから、ここが一番最後の壁だと僕は思われる。いや、頼む。ここで2020年引いたらマジでゴミやねんけど。これの次の次かな。頼む。これの次やわ。ほんまに初期キャラ来い。初期キャラのんでした。頼む。ボンと！東方丈介さん、若干初期キャラなんですけども、いいキャラ引いたな。このキャラ僕ワンチャン次で貫突じゃなかったっけ。僕丈介ね、結構かぶってて、次貫突と持っていきたいキャラの結構最有力候補やったんですよね。あ、ですよね。結構メイン性能優秀なんでね、赤座とかの攻略の上で必須級なんですよね、このキャラ。そうですか。いや、でもルールは絶対、打っていこうかなと思います。マジですか。ちょっと今回被害がでかいな。オフとリクオとジョウスケか。まあ2020年キャラクター出てないとはゆえ、ちょっと痛手ですね今回は。まあこれが闇のゲームというもんなんですよね。ラスト10連引いていこうかなと思います。ラスト10連は多分星5出んかな。さっきのがおそらく、山和団じゃないかなと、思われます。ラストなんですか。ラストも売るかな。まあまあまあいいんじゃないかなと思われます。いや、ただね、このなんていうの、確率の網超えてる感じ、若干死に際に見ている奇跡、ジョースケで止まっている感覚、2020年キャラクターは出てないんで、この首の皮一枚繋がって助かっている状態、まさに怪事なんですよね、このギャンブル。このね、企画皆さんもやってほしいねんけど、沼にはまるよ。めちゃめちゃ面白いですわ、この企画。さあ、ラスト10連やっていこうかなと思います。おそらくここでは出えへんので、安牌のウルだと僕は思うんですが、いかほど。というわけで、はぁ、ちょっとなんなん今回、神引きやん。ちょっと待ってくれ、何枚。あー、頼む、2020年マジでくんな。お願いします、ほんまに元気を見せろよ、マルトラ。よかっ
ったー。はい、というわけでラスト10連初期キャラで貫突にもうなっている悟空が来ました。この瞬間が一番気持ちいいんですよ。耐えた瞬間ね。はい、売ります、ありがとうございます。はい、というわけで第4回闇のゲーム以上となります。まあ今回打った星5キャラクター4体か、まあまあ打ったな。今回ちょっと被害が出たんですけども、でも言うて最小限に押されたんで2020年キャラは打ってないんでよかったんじゃないかなと思います。またね、いつかこんな感じでガチャ大量に配られた時はやっていこうか。次は多分 3.5 周年とかにやろうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。では